高岡銅器の技術を象徴する高岡大仏。高岡銅器は富山県高岡市で作られている銅器の総称。1975年2月17日、経済産業大臣指定伝統的工芸品に指定される。日本における銅器の生産額の約95%を占めている。盆栽などの大きいものから、 銅像などの細かい作品まで、その多彩な鋳造技術は全国的にも有名である。高岡市内の各地で高岡銅器の銅像などの作品を見ることができる。高岡銅器は、原型師が像の元となるひな型の造形を行い、それを砂でできた岩型に置き換え、その岩型に溶解した銅を流し込み、型を外して、研磨、着色、彫筋といった加工を施した後、 仕上げを行って製品が完成する。一連の工程は明治時代以降分業が進んだ。分業の背景には問屋の存在があり、問屋は原料の調達、加工委託、販売、マーケティングデザイン決定まで幅広く担っていた。しかし、問屋は1951年のアメリカへの輸出を始める業者の出現後から弱体化し始め、バブル崩壊以降、 収入源により、新商品開発が滞り、さらに売れなくなるという負の連鎖に陥った。豚屋とメーカーの垣根は、今後も低くなっていくことが考えられる。原料となる銅と亜鉛の合金である真鍮は、地元地金商が、阪神の豚屋から仕入れている。高岡銅器の起源は1609年、加賀藩主の前田利長が高岡城へ入城し、高岡の町を開いた際、 町の繁栄を図るために、1611年に、波郡西部金谷村から、金森八えもんほか七人の鋳造士を、現在の高岡市金谷町に呼び寄せたことに始まる。金谷町は千穂川を挟んで、高岡城下町と向かい合っているが、これは、芋の産業が、火災の危険があったためである。芋寺らは五輪寺を代々送電する、諸役を免除される、 石書の通貨を自由とするなどといった特権を得ていた。金谷町に移った当初、イモジラは日用の鍋、釜といった鉄器を作っていたが、後に地域の需要に応える形で、銅器生産、多彩な金物生産に移行していった。銅器の生産が始まったのは、天保、高価の頃とされる。明治時代になると廃刀令により職を失った、刀職人が銅器産業に参入。 日用品から美術工芸品へと変化した。第二次世界大戦中には地金の銅が不足し、代わりにアルミニウムで軍用飛行機部品の生産に転じた。これが富山県における戦後のアルミニウム工業の発展の契機となった。1951年にはアメリカへの輸出用の銅器を生産する業者が現れ、企業間隔差が大きくなった。 1976年になると、高岡芋の市発祥の地、といでに、高岡同期団地の建設が始まり、老子製作者などの同期メーカーが、金谷町から同期団地に移転した。同期団地共同組合には、現在49社が加盟しており、内芋の製造業を営む企業は30社に上る。金谷の鋳造市は、室町時代からの歴史があり、高岡同期の起源も、 同時代にまで遡ると考えることもできる。同期販売額はバブル経済の最中の1990年に374.5億円を記録して以降減少を続け2003年にはピーク時の半分以下に落ち込んでいる。職人の高齢化が進み60代以上の占める割合は28%に達している。しかし現場の職人からは先行きが見えない状況では 後を継いでくれということもできないという声が上がっている。高岡市としては、伝統工芸産業技術者養成スクール事業を実行したり、都定制度に補助金を交付したり、一般市民向けの体験実習を開くなどの取り組みを展開しているほか、ものづくり体験と名所やグルメをめぐる観光ツアーを企画できないかと考えている。また、参観が連携して、 ハイヒルプロジェクトを立ち上げ、新ブランドヒーヒルとして、日本市に出品するなどして、新規市場の開拓を進めている。プロジェクトは2004年にグッドデザイン賞特別賞を受賞した。首都圏の自治体や商店街が町おこしの一環として、人気漫画キャラクターの銅像を設置するようになり、高岡市内の同期メーカーが、その制作を多く手がけている。 2010年3月には、東京都葛飾区の亀有駅駅周辺に漫画、こちら、葛飾区亀有公園前発出所のキャラクター両津、勘吉など11体、2012年3月には、東京都世田谷区の桜新町商店街の町おこしとして東急田園都市線の桜新町駅を中心に、漫画、サザエさん一家のキャラクターサザエさんなど12体、2013年3月には、 東京都葛飾区の四月翼公園に、キャプテン翼の主人公、大空翼の銅像が設置された。これら人気漫画キャラクターの銅像を手掛けることで、高岡銅器が全国で知られるようになり、受注像へとつながっている、富山県高岡市開発本町に所在する。国道8号沿いに建物がある。高岡地域の産業を紹介したり、製品の販売を行っている。 1983年設立 ABCD 青の音側編110ページ ABCD 須田25ページ須田25から26ページ須田28ページ堺144から145ページ ABCD 青の音側編108ページ堺145ページ須田24ページ青の音側編 111ページ、ネットコミュニティ、金谷町歴史ページ高岡同期、ランチ共同組合組合の案内、ABCD 須田、26ページ須田、29ページ、アニメ銅像、全国で、脚光高岡同期受注像、キャプテン翼も登場。北日本新聞社、2013年3月31日閲覧。ありがとうございます。